ケイト・マッキノンはアメリカ合衆国のコメディエンヌ、女優である。1984年1月6日、ニューヨーク州シー・クリフに生まれる。父親は建築家だったが、マッキノンが18歳の時に他界した。2002年に高校を卒業後、コロンビア大学へ進学して演劇を専攻し、2006年に卒業した。在学中にコメディ集団を結成しており、卒業後は、 アメリカ国内でデジタルチャンネルとして知られるロゴ TV 制作のコメディ番組ビッグゲイスケッチショーへ出演してコメディエンヌデビューを飾った。同番組には2010年までの4年間レギュラーキャストとして様々な役柄を演じ2012年からは全米放送のライブバラエティ番組サタデーナイトライブのレギュラーキャストに抜擢されている。サタデーナイトライブでは コメディエンヌのジェーン・リンチや t v ホストのエレン・デジェネレス、政治家のヒラリー・クリントンから女優のジョディ・ホスター、さらには男性歌手のジャスティン・ビーバーに至るまで幅広いモノマネも披露し一躍人気を得てコメディエンヌとしての格好たる地位を確立した。有名人以外にも怪しいアクセントの外国人女性などを演じたコントで番組を盛り上げている。さらにデジェネレスとは ものまねの衣装で本人との共演も果たした。同番組でのコメディエンヌとしての才能が認められ、プライムタイムエミー賞へ数回ノミネートされているほか、2014年には栄誉あるコメディアンに贈られるアメリカンコメディアワードを授与されたコメディエンヌとしての地位を確立した後は、女優や声優としての活動も活発化させており、人気アニメシリーズ、ファミリーガイア、 ザ・シンプソンズなどへの声のゲスト出演もしている。1984年にアイバン・ライトマン監督、ビル・マーレー・ダン・エイ・クロイドラが出演して、大ヒットを記録した SF コメディ、ゴーストバスターズのリブート版で、チームメンバーの設定を女性に一新した2016年版のゴーストバスターズでは、古巣のサタデーでも共演経験があるクリステン・ウィグラとと共に、メインキャストとして出演し、 メンバーの一員で原子力に精通したジリアン・ホルスマンを演じている。レズビアンであることを公表しており、サタゲーナイトライブの新旧レギュラーの中でオープンに同性愛者であることを公表している最初のメンバーとなった。ありがとうございます。